はい、どうも。どうもです。はい、しもっち。マッキー。よろしく。よろしくお願いします。ね。はい。しもっちの、やってらんねえぜ。ね、始まっちゃった。34回4月号でございますね。はい。はいはい、じゃあ今日のラインナップをお願いします。はい。はい、今日は3つあります。はい。1つ目、新恋は町中華特集。はい。2つ目、小松通り情報。はい。3つ目、南葛 SC 情報です。そうですね、はい、この3つ、はい、新店舗情報はありませんと、はいはい、今回3つだけだけど、はい、かなりの情報量ですよ、はい、こんなあるんですよ、こんなよく書いたこんなにあるんですよ、これをやっていきましょうよ、ね、はい、お願いします、はい、ではタイトルコール、はい、お願いいたします。はい、次世代ラジオしもっちのやってらんねえぜ、やあ、おう。ましたね、はい、さあ最初は、はい、新恋は町中華特集です。そうですね、はい、あの新店舗ない代わりにちょっとね、新恋はって中華屋すんげーあるんですよ実は、うん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 、中華料理っていうくくりだけで約ね、はい、50店舗ぐらいあるんですよ。あ、そうなんだ、はい、その中で今回はちょっと気になるお店ですとかおすすめのお店をちょっと10店舗ピックアップして皆さんにお伝えしたいと思いますね、はい、まあ、各お店の詳細は概要欄に載せてますので、はい、そこもご覧くださいと思います。その10店舗以外の、うんうんうん、皆さんのおすすめの中華も、うん、町中華もぜひコメント欄にいただけるといいかなと思います、はい、ではじゃあ1店舗目からいきましょう。はい、1店舗目、甲賀。はい、甲賀ね、はい、駅前にありますよね、うんうん、ここはお台場にグランパシフィックってホテルあるんですけど、はい、そこのローランって中華料理屋さんの、元料理長がいるところですよね。その人が新恋はやってるの？そう、でも甲賀さんって結構もう長いですよね。うん、確かに確かに、ね、ここはね、エビ餃子が有名ですよね、うん、結構ニラが効いてるやつ。うーん、あとはね、醤油ラーメンも美味しくて、うんうんうん、鶏ガラのさっぱりしたスープのラーメンが人気ありますよね。あとあの、うん、僕が食べてるちょっと奥で、はいはい、去年誰か中華、冷やし中華食べてたんですよ、うん、それがね、めちゃめちゃうまそうだったんですよ。続きまして、はいはい、2番目、50番。50番、はい、小松通り商店街にありますね、うん、老舗の、うん、有名なお店、うん、そうね、なんかオムライスが有名でね、行列をなしてないです。そうそう、ね、騒動が起きた、ね、一時期ね、皆さんオムライス有名だっていうのはご存知かと思うんですけど、はい、実はですね、50番は豚肉を使ったお料理がおすすめなんですよ、うんうん、はい、へー、初めて知った。私オムライスに皆さん行きがちですけど違うんですよ、はい、肉料理、豚肉を使った料理が50番は美味しいんです。へー、はい、肉野菜炒めとか、うんうんうん、肉丼とか、うん、これは美味しい。いいな、肉丼食べたい、はい、個人的にはね、レバニラ炒め好きなんですよ、あそこの。そうなんだ。醤油味がしっかり効いてて、うん、もうご飯がいくらでも入るとかね、いいですね。あとはもうちょっと飲みながらつまみで食べたりとか、うんうんうん、50番すごくね、いいですよ、ね、いろんなね、あのメニューでね、そうそう、ビールのあてもできるしね。そう、50番は豚肉が実は美味しいということですね、はい、食べてみてください、はいはい、続きまして3つ目、チャーボンタフクロウ。タフクロウね、はい、
秋内ビルですよね、うんうんうんあそこなんで秋内ビルっていうか知ってますか？知らないんですよ。知らないでしょ、うん、秋内をやってるビルじゃないさ、そういう意味じゃなくて、うん、あそこはいつも店舗に空きがないから秋内ビルって言われてるらしいですね。そうなの、はい、裏情報で知りました。横ら辺に諸説あります。諸説ありますって書いておかないとダメですね、はい、そこに入ってるチャーボンはい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 、タフクロウね、うんうんうん、僕も行ったことあるんですけど、うん、とても広い、うんうんうん、で内装もしっかりしてるんですよ、うん、で奥にこう円卓とかもあって団体さんでも全然行けますよね、うん、なるほどね。で刀削麺結構有名なんですよ。麻婆刀削麺みたいな、うん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 、僕麻婆豆腐食べたことあるんですけど、うん、美味しかったですよ。うーん、はい、ここもそうなんですね。ちょっとね、うん、こう団体で行きたいなとか、うん、まあ一人二人で行っても全然いいんですけど、はい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 、もうおすすめですね。いいね、広い店舗っていうのはね、そうそうそう、今の時期でもいいかもしれない。そうでしょ、うん、続きまして、はい、第三元。第三元ね、はい、ここも、ね、美味しいね、美味しい老舗のね、はい、うん、もうちょっと広めのね、うん、広い中華屋さんです。そうですね、店内も綺麗でね。すっごい古いタモリが来ましたみたいなあるよね。ありますあるね。ここはあれでしょ、うん、激辛のラーメンが美味しいって言われてますね。そうそうそう、私もうずっと前なんですけど、当時大辛ラーメンっていうネーミングがあって、そのすっごい辛いんですけど、もう旨味があってすっごい美味しい。大辛ラーメンって言えば多分通じるかもしれないね、うん、一応中辛、大辛、激辛ってこう3種類バージョンアップできるんで、基本はスタミナそば、うん、860円ぐらいのかなあって、辛さを選べると。なるほど、ね、それの大辛激辛が結構美味しい、うん、夢っていうことですね。いいな。あと前食レポでテイクアウトでやったんですけど、はいはい、角煮が美味しかった。すごく美味しかった、はい、ね、おすすめですよね、はい、続きまして、はいはい、クロワン。クロワン、これ場所分かりづらいんで概要欄で見てもらえばいいんですけど、はい、まあ、地図も出しますけどね、うん、黒ごま担々麺が有名ですね。へー。ですごいクリーミーで、うん、コクのある美味しい担々麺、うんうん、で、もっぱらの噂です。噂食べたことないのよまだ。噂もっぱらの噂です。なるほど、でも美味しそうだね、すごくね。でちょっと小さめのサイズの料理も、うん、あるらしくて、はい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 、だからその一人で行っても、うん、食べやすいのかなと思いますね。いいね、はい、はい、続きまして、はい、6店舗目最高。最高さんね、はい、これも地図出しますけど、うん、やっぱりここはなんといっても、うん、四川麻婆豆腐、はい、山椒がバッチリ効いた、うん、麻婆豆腐ですね、うんうんうん、山椒好きの人はぜひここは外せないお店、うん、あとは白麻婆、そうそうそう、有名なんですよね。テレビにも出てるし、そうですよね、うん、で結構 Facebook とかもいろいろ更新してるので、うん、Facebook でこう、はいはい、お店情報、うんうんうん、おすすめとか分かりますしね、うんうんうん、ぜひチェックしてもらいたい、はい、お願いします、はい、次にして、はい、聚楽。聚楽、はい、ここ北口にあるんですけど、うんうんうん、ここは本当にね、はい、町中華っていうようなところで、うーん、餃子が美味しいよっていう情報ですね、はいはいはい、まあ、ここ行ったことないんですけど、うーん、割と家庭的な、はい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 、その味が、うん、お好みの方は聚、うん、楽いいんじゃないですかね。いいですね、はい、はい、続きまして8店舗目、十福楼ね、はい、ここも僕、うんうんうん、僕は行ったことあるんですけど、はい、蜂の巣入りの薬膳養生おかゆっていうのも有名で、ランチなんか行くと結構ボリュームのあるランチも出してくれますし、はい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 、ここのおすすめはですね、うん、お飲み物セットっていうのが580円ぐらいであるんですけど、うんうんうん、これは、まあ、ビールとかサワー一杯に対して、はい、一品おつまみがついてくるんですけど、うんうんうん、このおつまみもハーフポーションぐらいなんですよ。
全メニュー、ほぼ全メニューの中から頼めるんですよ、うん、へー。だから580円で一杯頼んでつくじゃないですか、うん、はい、飲み終えるじゃないですか、うんうん、そしたらまた580円セットを頼めるんですよ。あ、そうなんだ。ずっと580円セットを頼めるから、あ、すごいお得だな、うんうん、いろんなものを食べれるし、まあ、確かにね。そっか、生ビールとそのおつまみが頼めるんだ。だから4人で行くと絶対お得なんですよ。あの4人で行くと4品セット4つ頼む、4品も頼めるよ。確かに確かに。じゃあビールお借りしよっか、みんなサワーお借りしよっか、うん、つってまたセット頼むとまた4品別なものを頼められるんですよ。いろんなものが食べられるね。 3,4 人で行くとお得な感じがします。はい、はいはい、続きまして、黒龍。黒龍ね、はい、ルミエル商店街をダーンといった終わりの左手にありますね、はい、うん、ここはあの50番ののれん分けのお店ですよね、うん、そうなんだね、はい、知らなかったです。なんであの、メニューとかも変わんないって言ってました、うんうんうん、あ、そうなんだ、はい、へえ。オムライスも、ただそこら辺は、うん、あの50番好きな人と黒龍好きな人と多少あるとは思うんですけど、なるほどなるほど、まあのれん分けっていうところで、はい、味には間違いない町中華のね、うん、美味しい有名なお店ですよね、はい、おー、なるほど。最後、はい、宝龍。宝龍、はい、小松通り商店街を入って、うん、はいはい、ね、ちょっと中腹より過ぎぐらいのところに右手にある町中華ですよ、うん、はい、ここも食レポしたことあるんですね、うん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 、やっぱりタンメン美味しいですよね。タンメン美味しい。あとは独自のオリジナルのね、うん、麻婆餃子も食べ応えが、食べてますもんね。そうです、うん、お兄さんですよね、はい、なるほど。ここも宝龍おすすめです。おすすめです。この10店舗ですね、はい、まあ、もっと他にもね店あるんですけど、うん、とりあえず、うん、ここの店を押さえていてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。町中華ね、はい、ということですね、はい、はい、町中華情報でした。はい、続きまして、はい、小松通り情報です。はい、はい、来ましたね、はい、ね、先月なかったからね。先月ね、うん、菅さんが渡すの忘れてたっていう今回もらいましたので、はい、ちょっと見ていきましょうかね、はい、広告募集ね、2つ広告が新しくね、うん、来ましたよね、はい、ニュー、うん、ニューキア株式会社、不動産会社ですね、うん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 、もう一つが、はい、なんて呼ぶんですかこれ。これはね、アダージョ。アダージョ、はい、バイオプラミラミング、バイオプログラミング専門サロン、はい、これ何なんでしょう、ね、ヘッドスパとかかね。あのヘッドスパ、髪とかにこう長けてるお店なんでしょうね。ティアラリーンって書いてあります。でいいのかな、ティアラリーンでいいのかな、ヘッドスパ。そう、アダージョってね、イタリア語でね、緩やかにっていう意味らしいですよ。緩やかにティアラリーン、ね、はい、ヘッドスパやるとすごいスッキリするから ね、 そうですね、もしあった気分転換。バイオプログラミング 2D プラスですよ、うん、あ、ね、なんと粒子力学最先端テクノロジーを体験してください。体験しよう、うん、体験しよう。お客様もびっくりって書いてますから、びっくりだもんだって。とんでもないことが起こるんじゃないかと思いますよ、うん、ね、うん、ティアラリもう言いたいだけだからね、それ絶対合ってるかどうかも分かんないんですけどはい、皆さんね、スッキリしに行ってみてください。はい、はい、続きまして裏ね、はい、裏ね、まあカラフルですねカラフルだね、うん、いい色使い。そうそう、柴崎さんもね、うん、写真変えましたね。変えましたね、はい、うんうん、内容はね一緒ですけどね、柿フライからね、はい、また美味しそうなグラタン、グラタン変わりましたね、うん。あと宇佐美電機が、はい、ね、この液晶テレビね、そうそうそう、32型の液晶テレビ4万円相当のものと、うん、僕が外付けハードディスクね、うん、1万8000円、うん、5万8000円相当が4万8000円になってますと、うん、今だけ特別セット価格ですね。
ね。メーカーはなんだろうね、これね、あの地震のメーカー3、うん、保証3年付きって言われて、メーカーうんね、なんて読むんだろうね。絶対言いたいだけないやつになるよ、これ。非戦性。ローマ字、ローマ字で読んでるもんね。多分英語だと違うんだろうね。違うんだろうね。違うんだろうね。非戦性。品番が 32A の 35G といえば伝わりますのでね。伝わりますのでね。はい。ハサミ電気いいですね。いいですね。あとは金子屋食品、ね。ああそうだね。本当美味しいものいっぱい作るよね。そうだね。お酒のお供が多い。やっぱわかめせんべいこう美味しいですよ。うん。食べましたけど美味しかった、うん、これは、うん。いいよね。そうですね。金子屋さん。あとは三栄美術ですね。とうとうさ、ねえ、ねえ、他のお店ところを宣伝してきたよ ね。もうとうとう自分のお店を宣伝せずにね、人のふんどしで勝負をしてますね。ね。そう。でもこの、うん、ね、脳のお掃除スープ、はい、この本、この先生、うん、うちの先生にあのたまに飲みに来ていただいて、はいはい、面白い、もう本当面白い。うん、気さくな先生なんですけど、その先生が書いたね、うん、お掃除スープでそこ12万部すごいね、ベストセラーですよ、12万部。今さ、あのランチのランチでスープとか流行ってますね、自分たちで作って。そうですよね。あ、これは違う、うん、スープのやり方、スープですよ、スープ、スープ、うん、ここのうちの先生は南葛のパートナーでもありますし、うん、あ、そうなんですか、はい、うん、一緒にねこう応援していく、うん、あとはその三栄美術印刷 の、はい、あのオリジナルの 前にある自動販売機に、はい、この先生が考案したトロッカっていうサプリも売ってますんで、ご興味の、ね、ある方はあの、はい、ちょっと三栄美術印刷に行って、うん、ちょっとお話聞いてみたらいいかなと思います、うん、はいはい、僕ねこの脳のお掃除スープは、はい、もっと流行ると思うんですよ。そうなんだね、はい、うん、それはどういうことで。それはまだ言えないです。なんで、うん、あ、そう、はい、なるほどですね。予言しときます。ぜひね、はい、あのご興味ある方は読んでみてください。まあ、触れ合いグループ、はい、こんな感じですよね。そうです ね、 ね、うん、でもあの広告ブース募集で載ったのはまたそうです、ね、いいですね、いいですね、うん、はい、なので、また、ね、来月いじりましょう。もう絶対さ、菅さん忘れたんじゃなくてさ、持ってこなかったんだよ。いじられたくないのかな。いじられたくないんじゃない、他の人がクレーム来てんじゃない。だとしたら持ってきたってことは、うん、いじってもいいってことですよ。ということで、ね、はい、小松通り情報でございました、はい、続きまして、南葛 SC 情報です。南葛 SC 情報、今回、はい、5月1日と5月14日の情報ですね、はい、こちらちょっとお伝えしたいなと、まあ、その前に、はい、この前トゥクトゥクで行ったじゃないですか、はい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 、あれちょっとトゥクトゥク年間契約しようかなとも考えて。あ、そうなの。ちょっとね、年間契約してみたいなっていうのも考えてます。なるほどですね。あとあの、うん、ホームゲームがどうやったら盛り上がるかっていうのもあの、うん、いずれ2匹のおっさんで、うん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 、衝撃的アイデアをお出ししますので、おお、そのもお楽しみに、はい、楽しみにしてください、はい、とりあえずね、はい、5月1日にある、うん、栃木シティ戦、はい、ホーム戦ですよね、はい、これじゃあ栃木シティのどういったチームかっていうと、うん、栃木県栃木市本拠地ですね、はい、で2010年から2017年は JFL にいましたよ、うん、はい、今のカテゴリーの一つ上ね、はい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 、で2018年から2021年までは今に関東一部に在籍してます、うん、はいはい、でこのチームはその2018年から一部にいますけど、2018年優勝してますよ、うん、関東一部。2019年には3位ですよ、リーグ3位、すごっ。2020年は優勝してます、2021年昨年度は4位、うん、いわゆる常に 上位にいるチーム。そうなんだ。で去年2021年シーズンに関しては、
8月まで優勝戦線にずっと絡んでました。最後の、はい、その9月後半本当最後にこう上位チームと戦って、うん、ちょっと勝ち点1しか取れなかったんですけど 3,4 試合やってそれまではもう優勝してもおかしくないチームの一つでしたっていうような感じですよこの栃木シティ、うん、なるほど、はい、そうなんだで2022年シーズン、うん、このその今までの成績は、はい現在、うん、0勝2分け1敗、はいね、琉球大に引き分け、うん東京 23FC に引き分け、うん、ボンズ市原に0対1で1敗してます、はい、まだねここねシーズン得点してないんですよねああそうなんですね、うんでも1点しか入れられてないんですよ。そうなんだ。そうそう決してね守り主体のチームではないんですよ。ここはしっかり攻めもするんですけど、シンプルなパスでつなぐサッカーチームかなと思います。はい。で要注意選手ですよね。こちらは16番ミッドフィルダーの野田選手。はい落ち着いたプレー、試合をちょっと落ち着かせる。冷静な目を持っていますよね視野も結構広いですねどっちかっていうとディフェンシブな選手かなと思います、はい、あとは6番のミッドフィルダー鈴木選手、うん、この選手は結構要注意人物かなと思います常にですねゴールを狙っているゴール前に行くっていうよりはゴールにつながるパスを供給する選手おお、なるほどあとはいざとなれば2列目からガッとゴール前に入っていってシュートを狙う選手、うん、この鈴木選手は僕が一番要注意人物だと思いますねなるほど常にねやっぱりこのゴール意識のある選手ってのは危ないんですよ本当そうだ常にこぼれ球だったりいろんな隙を狙ってゴールをずっと狙っているという選手だと思いますねそんな選手もですね、はい、鈴木選手はですね弱点を僕は見つけました弱点見つけたのないかなあるかなどっかなっていろいろありましたよ弱点おこれはいいねこれ言っていいかどうか分かんないですけど、はい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 、鈴木選手の弱点はですね、はい、トマトが嫌いそれ弱あ、まあ、弱点か唯一の弱点だと思います、うん、そこサッカープレーにじゃなくて食べ物弱点ですよまあね、まあ、ねというこの2選手はすごく要注意人物であり、はい、昨シーズンね、うん、小はず選手って呼んでいいのかな、はいはい年間の関東一部ベストイレブンにも選ばれた選手がいたんですけど、うんこの方引退したのでああそうなんですね、はいうん、この2選手野田選手鈴木選手に要注意とでまあ個人的な攻略ですよね、はい、このチームをどう攻略するのか、うん、これはですねこのチームは選手間の距離がいいんですよね、はいはいはい、選手同士がすごい近づかない、うん、遠すぎないいい距離でパスをこう供給するんですが、はい、その代わりといってはなんですけども、うん孤立するところが結構あるんですよお例えばある選手がボールを持ってました、うん、いい選手その距離感のいい選手にパスをしようと思うところで、うん、もうプレスかけるじゃないですか、はい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 、軟骨なんですよバッとかけると、うん、他の選手があまりボールをもらいに近づかないので結構その選手が孤立する瞬間があるんですねなるほどね至るところで、はいはいはい、なのでこうプレスを早めに バシッとかければ、うんボールダッシュできるかなとパスの精度とかトラップの精度が割と三角なので、はい、球際の処理、うん、この球際の処理のクオリティの差で南葛石はかなり上回っていますのでなるほどですねそう球際を狙うっていうのも一ついいかなとあとはチーム全体で見た時に、はい、どっから攻めるか僕から見ると、うん、栃木シティの左サイドの選手、はい、南葛から言うと右、うんうんうん、右からの攻撃、はい、これが結構
チャンスが生まれるかなと。前節というか、はい、他の試合見ると、うん、左サイドを狙ってこうどんどん攻めていくんですよね。なるほど。そこをねこう攻略しようとしてたんで、まあ、そこにあのビッグポイントがあるんじゃないかなと右から、うん、南葛は右から攻める、はい、だそこでやっぱりさっき言った6番の鈴木選手が、うん、やっぱそこをうまくケアするわけですよ。と、うんうん、南葛 SC には関口選手いますんで、はい、右に入って突破する、うん、これは見ものだと思いま す, そうです、ね、あとは、まあね、鈴木選手もいる、うん、その相手のね、うん、うまくケアしてくるんで、うんここは例えば布施選手とかね玉城選手なんかとこう連携で崩していく、うん、っていうのが僕は面白いかなと思いますね、はい、あとフィジカルがそんなに強い感じではないのでその栃木は、はいうん、なんで前線の佐々木選手キープして2列目からの攻撃で波状攻撃をかけていくとか、あとはもう単独で鈴木選手、あと佐々木選手のドリブル突破のシュートも見てみたいかなと。なるほど、はい、っていうところが栃木シティ、うん、見どころですよね、うんはい、続きまして、はい、5月14日ブリオベッカ浦安、はいうんね、アウェーですね、はいブリオベッカ浦安競技場、うん、本当あのディズニーランドの割と近く、あそうなんですね、うん多分スタンドからディズニーランドの火山見えるんですよ。あそう、はい、そんなブリオベッカ浦安、はいね、千葉県浦安市が本拠地となっておりますね、はい、で、2016年から2017年 JFL にいました。で2018年から21年関東一部で2018年は6位、うん、2019年が4位、ただ2020年、2021年は2位、うん、おー、2年連続で2位ですよね。そうなんだ。個人的には、うん、南葛以外で、うん、じゃあどこが優勝するのかと、うん、問われれば、うん、僕はこのブリオベッカ浦安が優勝するんじゃないかなと個人的には思っております、はい、監督がですね、うん、津波聡監督、はい、これは元日本代表有名なディフェンダーでしたね、うん、おはいはいはい、狂気のサイドバック、おおそうなんですね、このね、うん、津波選手が率いるブリオベッカ浦安、へえ、今季はですね、東京ユナイテッドに2対1で負けてはいますが、うん、はい、琉球ドラゴンズ、ねはい、琉球大2対2の引き分け、うん、そしてここですよね、東京 23FC に4対0で勝っているんです。あ、そうなんだ、はい、すごいな。東京 23FC は、うん、あの南葛とそのリーグ前にやって、はい、南葛が惜しくも負けてるチームですよ。南葛が負けてますよね。そうですね、そこに 4-0 で勝ってるんです。なるほど、まあ、現在1勝1敗1分け、うん、3位につけてますね、うん、そして2021年の一部のベストイレブンに4人いるんですよ、はい、ベストイレブン4人入ってるんですよ。そうなんだ。でも調べれば調べるほど、うん、なかなか素晴らしい選手がいっぱいいて、そうなんですね、これは参ったぞと。おー、はい、で、要注意選手ね、はい、この要注意選手、まずは10番のフォワード、はい、峰選手、はい、この選手はね、テクニシャンですね、はい、テクニシャン、はい、で、うん、プチ情報としてはい、はい、好きな女性のタイプが元気で楽しい人、いい、ねね、それにどうプレーが反映してくるかこれは見どころだと思います。見どころだわ、確かに、はい、あとはやっぱ気をつけないといけない30番フォワードの井上選手、はい、この選手はまあフィジカルは強い、高さは強い、ゴール前ではかなり脅威な選手になってきますよね。はい、あとは29番、石原選手、サイドの選手なんですけど、
はいはいはい、あとは、13番小泉選手、うん、はい、いわゆるその石原選手、小泉選手はちょっと上目の、ね、サイドにいるんですけど、はいはいはい、この小泉選手のね、オーバーラップがかなり効いてるんですよ。この選手がかなりチャンスを作ると言っても過言ではないチームですよね。なるほど。あとは14番の植松選手、はい、この選手はですね、好きな味噌汁の具が愛情らしいです、はいね、あ、そっか、かなりロマンチックな選手です確かにね、ロマンチックプレーが来るんじゃないかな、あと気づいたのはそのディフェンダー13番の小泉選手なんですけど、本当、はいはいはい、僕ね、うん、あのすごい選手だなと思ってまして、うん、はいはいはい、あとね、イケメンですよ、イケメンなんですよ、そうなんだ。ただ南葛 SC にも、はいはい、いいよし君というイケメンがいますから、ね、うん、確かに確かに、そこのイケメン対決も、お、見どころ、もしかしたらあるんじゃないかなと、なるほど、ね、期待はしておりますけどね、はい、はい、この浦安ね、特徴を話をしましょうね、はい、中盤はですね、はい、すごくシンプルなワンタッチツータッチで、うん、もう前線をパーンとボール入るプレーをよくするんですよ。なるほど、はい、なんでその中盤しっかりケアしないと、もう本当ワンプレーツープレーでボーンと 前線に送り込まれるので、ボールを、はいはいはい、そこがね注意。あとは攻守の切り替えがめちゃめちゃ早いですね。ゴール前に上げるクロスの精度がめちゃめちゃ高い。そうなんですね、はい、今までシーズン始まって3節はやったじゃないですか、はい、どのチームよりもクロスの質が格段に高いチームなんで、もうこれは気をつけないといけないですよね。そうなんだ。そう、あとね、これは津波さんだからのかな、監督の、うん、はい、あのね、試合中にフォーメーションを変えるんですよ、うんうん、試合の状況とかによって、うん、もうね、なんだろうな、例えば最初3人4-1 みたいな、はいはいはい、からどっかのタイミングで本当ガラッと 3-4-3 に変わったりとか、あ、なるほどね、そのフォーメーション変わって、うん、あと思いっきり選手の配置を変えてきたりするんで、そうなんだ、ちょっとねマークとか混乱するんじゃないかなと。そのフォーメーションをこう変えてくるタイミングも面白いので、ここ混乱しないように、まあこれは南葛選手はね分かってると思うんですけど、うんうんうん、守りに関しては、はい、こう守備が中央、うんうん、ワイドじゃなくて中央にめちゃめちゃコンパクトなんですよ。そうなんだ。だからゴール前でちゃんとフリーじゃないとシュート打っても絶対誰かに当たるんですよ、守備に。でちゃんとパスコ、そのシュートコースにガッて入ってくるんで、はい、普通にシュート打っても絶対ディフェンダーに当たるんですよ、うん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 、そのくせ攻撃はめちゃめちゃワイドなんですよ、攻撃がワイドなのに守りがめっちゃコンパクトなんですよ。なるほど。逆の台形みたいな感じ。なのでかなりその中央でのゴール前のプレーってかなり防がられちゃうんで、うん、はいはいはい、やっぱり南葛はワイドに、ワイドに攻撃しないとそこの牙城は崩せないと思います、はい、っていうのが特徴かなと思いますよね、うんうん、反応遅れがちなので、はい、早いパス回し、南葛得意じゃないですか、はい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 、やっぱそこで翻弄する。あとはゴール前にはこうふわっというボールよりもめちゃめちゃグラウンダーのシュートぐらい早いパスを送り込むと結構反応しきれない場面もスピーディーに、ね、ありましたんで、よく他の試合見てると。なるほどなるほど。ディフェンスラインが上がるじゃないですか、うん、はいはいはい、この上がりが遅い時があるんですよ。そこが狙い目かなと。このディフェンスラインもちょっとこう観戦する人は見てると面白いかもしれないです。
ですね。でね、本当に守備を崩されて失点されるっていうのが多分ね1点ぐらいしかないんですよ、浦安は今季まだ。なるほど。なので、もう先制点が重要です。はい、ブルーベッカー浦安戦は先制点をもう取ることが重要ですね。なるほど。はい、この2試合、はい、ちょっとやってきましたけど、ね、すごい情報量でした ね、 ね、すっごい楽しい。勝敗で言うと、うん、対栃木シティ戦、はい、これは、うん、1-0 かな、うん、で勝つと思いますよ、ね、うん、1-0 で勝たないといけないと思うんですよ。じゃないとさらに上のチームと渡り合えないと思うんで。確かにね、ここはやっぱり大変ですけど勝っとかないといけないというか、勝ってほしい、はい、うん、栃木シティ戦ね、ホーム戦ですし。確かに。あとブリオベッカ浦安、うん、はい、ここは強いんで、うん、0対0かもしれないし、はいはいはい、もしかしたら1対1かもしれないですよね、うん、っていう試合を僕は期待したいですよね、うん、なるほど。もちろん勝っては欲しいんですよね。そうですね、うんうん、っていうところですね、はい、いや長かった長いね。あ、でもこれ編集するのも大変ですよそうだよね。いやいや素晴らしかったね。うん、5月1日ホーム戦ね、そう行きますからね、はい、またトゥクトゥクでは行かないんですけど今回ね自転車とかで自転車とバイクでひっそりと行きますので皆さんまたお会いしましょう、はいね、5月1日の、はい、頑張れ南葛。さあエンディングに行きましょう、はいね、今回ボリュームありましたけど、どうでしたか。あ、すごいね、これから夏じゃん、もう暑くなってきたから。暑いですよ、ね、この町中華特集すっごいいいなと思った。いいですよね、うん、またなんか別な特集もやっていきたいなと、うん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 、いいですね、さすが思いますので、はい、ではまた来月ですね、はい、お会いしましょう。では、はい、さよなり。さよなら。いやあ、何それ、もう全然わかんない。今日ねハワイアンのイベントやってんのよ、新小屋公園で、うん、だから決めポーズ。ああディスったんだディスったんだ